こんにちは、サトチンです。こんなものがスーパーで売っていたので買ってきました。ラブライブプッチョです。数々のプッチョを開けてきましたが、ついにラブライブがプッチョの世界に進出してきましたね。チョコンと可愛いお座りスイングマスコット。ラブライブはちょっとだけアニメを見始めたぐらいなんですけど、ね、すごい気になったので3つ買ってきました。1つ250円です。それでは開けていきましょう。ちなみにパッケージは3種類でした。この1種類目、2種類目、3種類です。はい、それでは1つ目開けていきましょう。狙うはニコニーです。さあ何が出るかな。外からはわからないですね。番号とかはなし。いきましょう。1つ目、テレツテツテテン。おお、1つ目はこれは確か西の木真希さんかな。15歳。好きな食べ物トマト、嫌いな食べ物みかんということで。さあ2個目、ニコニーお願いします。テレツテツテテン。おお、来た。ニコニコニー。大量のコメントでキモいというコメントが来てしまうのでやめましょう。矢沢ニコ、どうです、ね、このラブライバーの皆さん、クオリティ的にはどうなんでしょうね。親指サイズですね。本当に小さい。よし、狙いのニコに行け。3個目は高坂ほのかさんを狙って開けていきましょう。いや、出るかな。好きな食べ物いちご、嫌いなものはピーマンということで。さあ3つ目、てれつて。おお、来た。すげえ、狙い通り。おお、クオリティ高い。3つ並べるとこんな感じですね。プッチョのおまけとしてはクオリティ高い方かなと思います。おお、顔もそんな崩れてはいないですかね。はい、チェーンを外せばこんな感じに飾ることもできます。僕的にはこちらの方のが好きですかね。それでは最後にこのプッチョ食べてみましょう。ラブライブということでラブベリー味です。まあここに小さくミックスベリー味ソフトキャンディーと書いてありますね。さあいただきましょう。多分美味しいと思うんですよね。お、ちょっとピンク。匂いを嗅いで、あ、いい匂い。うん、数あるプッチョの中でも上位の味ですね。さすがラブライブ&プッチョです。それでは以上、新発売のラブライブプッチョ開封動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。